デーブ・バレンティンは、アメリカ・ニューヨーク出身のジャズフルート奏者。プエルトリカンの両親のもとに生まれ、ブロンクスコミュニティカレッジを卒業。10歳になるまでに、コンガやボンゴなどのラテンパーカッションを操っていたが、12歳には、ラテンクラブで働くようになっており、もっと専門的に音楽を学びたいと考えていた。ジュリアード音楽院出身のヒューバート・ローズのプライベートクラスに入り、 フルートに転向。ローズによると、バレンティンのフルートでのサウンドが素晴らしく、サクソフォーンとの掛け持ちはさせなかったという。当初は、ラテンミュージシャンの影響を受けていたが、次第に、死のヒューバートローズらのアメリカンジャズへと傾倒していく。1940年代以降の音楽シーンでは、トランペットの大御所で、ラテン音楽に注目していたディジーガレスピーや、 キューバ出身のパーカッショニストであるチャノ・ポソラによって、ジャズにラテンリズムを融合させ、ラテンジャズという新しい音楽が推進されていた時期で、ある。マチートやマリオ・ブーザラのアレンジメントがこの動きに拍車をかけ、この新しいジャズのスタイルに、多くのファンやバレンティンのような若いアーティストを巻き込んでいった。バレンティンはやがて、プロとして、ラテンバンドで演奏するようになるが、その過程で、 多楽器のような音の刻み方をしたり音色に自身の声を混ぜるなど従来にはない独自のフルート奏法を編み出し、そのようなテクニックを武器にして、ジャズのみならず、R&B や、あるいはサルサ、メレンゲなど幅広いジャンルの音楽を研究して、この流れに踏み込んでいき、その非凡な才能によってアメリカのみならず、世界各地にその名を印象づけていった。1977年、 25歳の時に、リカルド・マレロのグループと共にレコーディングデビュー、同時にノエル・ポインターのアルバムにも参加している。デイブ・グルーシン及びラリー・ローゼンに見出され、設立されたばかりの GRP レーベルの最初のアーティストとして契約した。以降、このレーベルのポピュラーな魅力となって16枚のアルバムをリリース、ポップス、R&B、ブラジル音楽などからの影響を、 ラテンやスムーズ、ジャズと組み合わせて、滑らかで理解しやすい、クロスオーバージャズの形を作り上げ、市場では最も売れるラテンジャズミュージシャンとなった。1985年には、グラミー賞の候補ともなり、また、7年間にわたり、ジャスマガジンリーダーズの、リーディングジャズフルーティストとされた。1八十八年には、ジャズクラブ、ブルーノートに出演、その録音版は、 デーブ・バレンティン・ライブ・アット・ザ・ブルーノートとしてリリースされた。1990年には、ジャズ・フルートの先達である、ハーヴィーマンとのセッションを録音し、それが、アルバム、トゥ・アミーゴスとなった。1996年には、RMM レコードから、プリミティブ・パションスを、1999年には、コンコード・ジャズから、サンシャワーをリリースしたが、 キューバートローズの多大な影響を受け、スムーズラテンジャズの色合いを、より前面に押し出したものとなっている。また、彼の作品においては、作曲家、編曲家、バンドリーダーとしての他に、ザ・モースト・セレブレイテッド・ラテン・フルーティスト・トゥデイであると、クレジットされている。2000年、同じプエルトリカンで、ラテンの王屋であるティト・プエンテとの共演が、ラテンジャズのドキュメンタリーフィルム、 カージェ54に収められた。また、キューバ出身の打楽器奏者であるホレイシオ、エルネグロ・ヘルナンデス及び女性ボーカリストのミオソティスト、ツアーを行った。2005年からは、ハイノートレコードと契約、ワールド・オン、エストリング、そして、カムフライ・ウィズメをリリースした。また、ピアニストのビル・オ・コンネルといくつかのコラボレーションを行い、2006年のラテングラミー賞にノミネートされた。 2017年3月8日、パーキンソン病及び脳卒中の合併症により、ブロンクスにて死去。スティーブ・ターレ・ GRP、オールスター・ビッグ・バインド。ありがとうございます。